養成所恒例の筑波山登山。登山といってもただ登るだけではなく走って登ることになっている。はいはいはい。やっぱり思ってた以上にもきついって感じでした。それで本当はもっと前に行きたかったんですけど、もう先頭グループは早くて見失ってしまって、まあ、結果的に10位だったんですけど、まあその後の自由時間に期待して、まあ良しとしてます。自分の中ではやりました。一着です。疲れました。いい絵になってるよ。だってさ、だって怒っちゃったんだもん。食後の後は久しぶりの自由時間が待っていた。この日の自由時間はショッピングセンターで行われた。うまいじゃないですか。6月初旬には選手登録資格検定試験が実施された。全員いつものこの番組で、順番通りいつもの走行軌跡で一番いいところ通ってグリップ上げて6周きちんと回ってこい。6周の平均で 100m を 3.75 秒以下で走ることが要求される。検定に合格すると配属先の各レース場での実地訓練が行われるため、これに備えて荷造りと積み込みが行われた。競走者も実際のレースの規定に合わせて最終調整が行われた。 7.2 度ぐらい、 OK、 弱ぐらい、 6.8 ぐらい、 6.8 もう一回バッテンにして